と毎度ジャーニー MC 三谷浩司です。平野翔です。金内斗真です。よろしくお願いします。永瀬廉です。大西流星です。西畑大吾です。お願いします。お願いします。今日も張り切っていきましょうか。はい、早速ですがテーマを発表しちゃいます。今回のテーマはこちら、青春。おお、まっただ中やね。そうやね、青春真っ盛りで、そんな爽やかなテーマやけど、なんかこう漠然としてますけどね。まあまあまあ、先週も言いましたけど、はい、まあ、20歳になったわけで、ああこうじゃね、そうそう、ということはちょっと僕も青春についてちょっと考えていきたいなと思いました。なるほど、20代はちょっと満喫しようと、そうそう、満喫しようと思いまして、はい、いいですか、このテーマ。ってことは浩司君のわがままやん。そんな、まあそういうことになりますね。なんでなんでフロアさんにしてもらったらいいか。あれはゲストは、ゲストだからこう熱く語ろうと思って今日は、うん、いいですか、ゲストなしでもね。いやでもお客さんもやっぱね、こうゲスト待ってるっていう方もいっぱいいますからね。うん、しゃあない、長富プロデューサー。いや大丈夫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 。あれは青春の中から一番遠い存在です。やめろ。どこから見てるか分からへんからね、うん、そうそうそう、何人かうなずいてたからということはちょ6人でいいですかね。まあ、今日はじゃあとりあえず特別に6人でいきましょう。はい、はい、いきますよ。それでは毎度ジャーニーえいっつって、なんで勝手に始めんの？え、だってやる。いやいや、6人だろ。いるやろ、ゲスト。ゲストいるやろ。で、なんで一言目、えいなんて。いや来たよってことやん。あ、ね、なったのに、なんで勝手に始めるのって。あ、いや、どうしたんですか今日は。今日青春やろ、だって。そう、青春がテーマで。青春、青春といえば？おげさ。から先週の話聞いたことないですよ。いやでもちゃうやんか、さ、前レンが3ヶ月に1回呼んでくれる言うたのにさ、はい、もう半年経ってんねん。やっぱ番組持ってるのは。毎週に3回目の出演、はい、浜中文一くん。今年1月に放送された新春拡大スペシャルでは、レンちゃん月、まあ3ヶ月に1回ぐらいで、レンちゃん3ヶ月2回か。あ、レンにお願いしたら多分行けますよ。行きますか。お願いします。余裕やん、そんなもん言ってくれよ、早く。永瀬くん、確かに言っていましたね。今日は V 一くんと一緒にね、トークしていく感じでいいですかね。はい、よいよ、行きますか。楽しくトークしていきましょう。はい、それでは、毎度ジャーニー。いや、待てや。知り合いっておかしいでしょ。スタッフさんはあっちなんだけど。いや、竹。え？スタッフさんあっち。竹山。やっぱり、うん、これも半年ぶりでしたっけ？俺は半年ぶり。俺なんて1年半ぶりぐらい。うわすごいね。今日はね、このテーマ。続いて登場したのは、マイジャニ2回目の出演、室亮太くん。こちらは初登場の貴重な映像です。いいですね、いいでしょ、キャーっていいですね。関西ジュニアで初めてのゲストでね、まあでもあのテーマはね、桐山明人です。え、この時ってもうショーいた、おらんかった時やんな。おらんかったな。え、そうや、おらんかったでしょ。最初の4回だけ俺いなかった。え、そうです。何してたの？なんかね、あ、僕ラスベガスでバカンしてた。バカンしてた。ちゃんと青春してるんですか、2人とも。してるよ。してますね。そうですか。当たり前やん、うん、逆に青春してへんと思ってた。いや、それは分かんないけど。どうなんですか？青春は若い子の特権みたいな言い方するやん。いやいや、そんなことない。そんなことないよ。そんなことはないですけど。じゃあ今日はこう。長富さんも青春してるからね。いや、あれが、流星言ってください。じゃあ今日はみんな青春についてトークしていきたいと思います。はい。それでは、毎度ジャーニー、スタート！まあ、オープニングでも言いましたけど、はいはい、僕20歳になったわけで、20歳の時とか覚えてます？20歳の時やんな。そうですね、うん、今から何年前？6年前俺は。龍太くんは4年前。ああ、覚えてますか、20歳の頃とか。20歳の時って別にそんな意識はせえへんな。した？意識。いや、そんなしてないですね俺。せえへんよ俺。20歳になって大人になったみたいな感覚なかったんですか？ない、なかった。
青春してるなって感じはありました？いや、そもそも青春の定義がわからんやんか。あ、そうですね。青春何やと思う？夕方の河川敷で夕日に向かってひたすら走ってる生徒たち。お前そんな金八先生みたいにいらんねん。ドラマやな。学校じゃなくて普通に放課後とか遊ぶ時に、うん、なんか自転車で坂登るんですよ、うん、なんか遊びに行くのに、うん、そこ遊んで帰りの坂道をみんな自転車でバーって行かなきゃ。あーなんかやん。あー分かる。ゆずやないか。ゆずやな。お互いならいいやん。いいやん。二人の稲葉さんで二人の稲葉さん。二人の稲葉さん。逆にゆうたくんとむちくんどう思います？いや俺やっぱりあれっすね、中学校のこの部活帰りにこのなんか男友達となんかワイワイしながら帰ってる感じが青春かなって俺は。あ、まあ何かに向かって一生懸命努力してるってことなのかな。一つのことに、そう言うたらまあ僕らこの、ね、世界で一生懸命やってるわけやから。そうですね、まあ、今もだから青春してるってことやね。あそうですね、まっただな。だからまあコンサートとかさ、うん、こう全部やりきって千秋楽迎えたらなんか、うん、あ気持ちいいってなるやんか、はい、それもまた青春なんかもしれないじゃん。いいですね、うん、ということでそれを踏まえて本日のゲストのお二人にジャニーズに入ってからの青春ランキングを作ってもらいました、はいはい、まずは龍太くんから見ていきましょう。ムロくんの青春ランキング、まずは第3位。今回のゲスト浜中文一くんと一緒に行ったコンサート。そして第2位はなんと2012年に出演したマイジャニがランクイン。そして第1位は今年出演した舞台ザ・小田作。3位から順にお話をお伺いしました。これは去年ですかね、はい、文一くんとのコンサートをしたんですよ。冬、はい、冬にね、2人ね。そうそう、去年か。あれ去年の冬ですよ、うん、早いですね。なんか俺もうちょっと経ってるような気がするんだけど。あ、逆に。逆に一からこう自分たちでこう作り上げてやったじゃないですか、うん、この流れから、はい、そうですね、でなんか設定みたいなね、はい、それを作ってってこうできていくのがすっごい楽しくて。あ、そうそう、やっぱみんな関西ジュニアでやるときはこうみんなの意見があるわけやん。そうですね、で、はいはい、できていくわけやん一つが、ね、けど2人だけの意見で作り上げてってこういいのができて。いやでも楽しかったですね。僕ら見に行きましたから。見に来た。見に行きましたよ。結構芝居してましたやん最初。そう、いきなり一人芝居から始まったじゃないですか、うん、あれは何やったんですか。何やったんですかあれ。分からんかった。分かんないですね。ちょっと分かんなかったっすね。僕ですか、うん、僕、うん、分からへんから。ムロくんの青春ランキング2位はなんとマイジャニ出演。ブイチ君よりマイジャニの方がええの？よかったの？ええらしいですね。いやもうそれはやっぱりね、こう初めて出たじゃないですか、はい、関西ジュニアとしてね、うんうん、で呼ばれて、はい、ゲストとして出たから、うんうん、回答はいはい、どうぞどうぞ。違いますよ。はい、前にしてた。じゃあそんな1、2、3なんですね。続きましょう、続きましょう。おめでとうございます。よかったね、2回目。よかった。結構ほんま始めらへんやったから。そうやな、何も分からないままやってて。そうやな。じゃあ結構覚えてます、その時のこと。覚えてるよ俺。どんなんやりましたっけ。俺もうこれだけは忘れへんからね。何ですか。ここに座ってて浩二が俺にちょっと龍太くんちゃんとしてくださいよって言われた。おれムロくんが特に印象に残っているというのがこちら。龍太くん、はい、1回目と2回目もゲスト来たんですよ。はい、結構フォローしてくれたんですよ、うん、ちょっと頼みますわ、フォロー俺が。ちょっと待って、じゃあじゃあ俺進行も何も知らないから。僕も知らないですもん。なんでやねん。これなんやこれ。これなんでしょうね。あの頃に比べてみんな成長できてるかな。そしてムロくんの青春ランキング第1位、今年出演した舞台ということですが、自分の中で、うん、まあいろいろと変わったというか、はいはい、考え方とかも、はいはい、こう感じ方とか、うん、やっぱジャニーズだけの舞台をやってたから、うん、他の外部のその舞台に出て、うん、もう全然まるっきり違うかったから、うん、ジャニーズの舞台とは、うん、だからすごい経験、いい経験になりましたね。そして新年明けましておめでとうございます。
待って待って待って、2020になりましたね。全員素人か、ほんま、たかりやがってカメラに。始まるよ、始まるよ、始まりました、始まるよ、始まるよ、ちゃんと始まってんねん、もう来ましたよ、2020年。まあ今回はちょっと僕ネズミ年年男ですので司会させていただきます。はい、よろしくお願いします。ちょっと司会だよ。さあ、そして今日はですね、ここネスタリゾート神戸からお届けしたいと思います。はい、皆さん見てください。今年のマイジャニ新春拡大スペシャルの舞台は兵庫県三木市にある冒険テーマパークネスタリゾート神戸。およそ230万平方メートルにも及ぶ広大な敷地にはワンデーパスで楽しめる30以上のアクティビティをはじめ、グランピングや天然温泉など60以上の施設が勢ぞろいしています。そしてここで行われる企画が題して5番勝負で今年最も勢いのあるメンバー決めちゃいますスペシャル。今年のスペシャルはチーム対抗戦。今年最も勢いのあるメンバーを決めるべく赤青2チームに分かれて5番勝負で戦います。勝ったチームにはご褒美がありましょう。お前らお前らお前らもう敵や、もう敵や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 。そして負けたチームにはもちろん罰ゲームがあります。なるほどね。勝てばいいんですよ。そうですよ、勝てばいいんですから。今ちょっとこれメンバーが一人いないんですよ。メンバーそうなんですよ、高橋がね今いないと思うんですけども、うん、あのお仕事が今ちょっとあって後ほど合流しますので、はい、いやこれ合流した時なんかさ、うん、やらそうよ、やりましょう。遅刻してきた理由ちょっと多分俺の予想やったら恭平なんかすみませんちょっと遅刻しましたみたいなだけやから、それはもうあかんよな。じゃなくてね、あかんから、なぜ遅刻したか面白く言わせよ。高橋くんのキレッキレの大喜利に期待しつつ、マイトジャニースタート。いや、ここではいかんねや。この番組はショップチャンネルとご覧のスポンサーの提供でお送りします。高橋です。大人の女性って何だろう。一つのことに対して一つの答えしかないっていうのがなんか自分は物足りないんですよね。手に入ったら潔く手放すことっていうのもまたロマンを感じます。大人になりきってないのでわからないんです。大人って気ままな生き物ね。大人の女性に選ばれてナンバーワンショップチャンネル。お出かけしたいけれど膝が痛い、孫と遊びたいけれど腰が痛い、スポーツを楽しみたいけれど肩が痛い。膝、腰、肩のつらい痛みに1日1回飲んで効く両親 JV 錠。関節の痛みの主な原因は加齢による軟骨のすり減り。衰えて柔軟さを失った筋肉が神経を圧迫すると痛い。そこで両親 JV 錠、痛みに有効な4つの成分を承認基準の最大量配合、6つのパワーで痛みに飲んで効く。通常価格4180円のところ初めての方に限り2090円。お申し込みは0120-123-700 123-700まで。関西ジャニーズジュニアが赤チーム青チームに分かれて繰り広げる5番勝負。1試合目はバギー対決2020。みんな気合入りすぎやってなあ。まだ俺バギー対決2002ぐらいでイエーってかぶってたから。いやいや新春でしょ。そうですよ、新春初なんですから。あげてカット。早くも盛り上がりを見せる1試合目はネスタリゾート神戸人気ナンバーワンアクティビティワイルドバギー。各チーム代表者3名が出場。リレー形式でそれぞれがコースを1周、トータルタイムの早いチームが勝利です。出場者はこの6名。両チームとも高校生以下の若いメンバーで戦います。やっぱりあの若いメンツが選ばれたじゃないですか。あ、そうですね、若さで乗り切ろうという。お一発目からなんかバギーっぽいし確かにバギー感あるもんね。バギー運転しそうだ。バギーで通学してるんだいやまあ僕リハ場まで毎日バギーで来てるんで大丈夫ですよいやいや
ニーアップ。バギー通勤の話はさておき、じゃんけんの結果、先行は赤チームに決定。ワイルドバギー対決スタートです。それでは先行赤チーム、よーいスタート。いいですよ。赤チーム順調な走り出し。今30秒。え、結構もうまだ35秒。この調子だと1分以内にバトンタッチ可能。45秒。風雅くん、この流れに乗れるか。スタート。待って、完全に収穫してるやん。コースを半周したところですでに岡崎くんの記録を大幅にオーバー。経過しました。自分で動かしてるもん、こうやって3分かかってゴール。アンカー流星くん、挽回できるか。スタート。もう一人の大谷。おー、いいよいいよいいよ。おー、キムツ発想。エース。やばいよ。空がよりはスピードは出てるよ。早いよ。コントロールはいまいちでもスピードはピカイチの流星くん。さあ頑張れ頑張れ。ファイトファイト。なんか叫んだぞ。流星。果たして結果は？ゴール。かっこいい。ということで赤チームタイムは。4分39秒です。かなりバラエティに富んだ走りを見せてくれた赤チーム。青チームは安定した走りをすれば確実に勝利できそうですが、果たして。それでは後攻青チーム、よーいスタート。いいよ。トーマくん、岡崎くんをしのぐ安定感とスピード。いいよいいよいいよ。うまい。ナイス。スタート。まさかの。スタートダッシュはつまずいたものの、長尾くんもいいスピード。はい、結構いい感じよ。早い。結構早い早い。さっきまでめっちゃ元気やったね。めっちゃ不安やんとは。いや怖いですもん。戻ってきたんですか。急に弱気になる島崎くん。ありがとうございます。来て来て。ドア頑張れ。はい、あとは僕が頑張るね。スタート。いいよいいよ。危ない。島崎くん、流星くん以上の暴れ馬でした。さあタイムがこれいよいよ分からなくなってきました。言いたいこれ今コース合ってる。命からがら、なんとか。ゴール。結果、青チーム、はい、5分26秒。でしょうね。でしょうね。おい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 。これ範囲は誰ですかね。あんたや。あんたや。1試合目は赤チームが勝利。ですが、初戦からかなりの泥試合に。CM の後はバブルサッカーで乱闘。長尾健人イエローカード。僕が作ったその球体の装置っていうのは、簡単にバラバラにして持ち運べて4トン車1台でどこでも行けるんですね。で電気だけで動かせて、3時間4時間で組み上げられちゃう VR 装置なんですね。フォーラーメイトさんのドライブシミュレーターソフト UC ウィンロードってやつを使った、我々が作った車の中のこうステアリングとかいろんな世界をこう実際運転してこうやってっていう研究です。匠たちが認めた、おいしい
カゴメの通販限定野菜ジュース粒より野菜、あの野菜の甘みが際立っていてとっても美味しかったです。濃厚ですね。本当に美味しかったです。ものすごく美味しい。すごい完成度が高いと思いますよ。丹精込めて育て上げた国産野菜、人参の優しくまろやかな甘み、トマトのみずみずしく深い味わい、さらに味を引き締める緑黄色野菜、野菜の個性が美味しく響き合うカゴメ独自の製法で仕上げました。ジュースのイメージが変わるんじゃないですか。粒々感と濃厚さ、これはねちょっと別格かも。カゴメの粒より野菜10本セット、テレビ CM 限定価格なんと1080円。ご注文はフリーダイヤル 0120-831-567 野菜567まで。2試合目はダブルサッカー対決2戦。いや言わせろよ2020まで。2試合目はバブルサッカー対決。バブルサッカーとはバブルボールを身につけてお互いに押し合いながらサッカーをするノルウェー発祥のスポーツです。各チーム代表者3名ずつが出場し、前後半5分の計10分戦ってもらいます。出場メンバーはこちら。赤チームはバギー対決に出ていないメンバー、青チームは大橋くん推薦のメンバーが出場します。ちなみにサッカー経験ある方は、はい、お二人、えーえー、無理よ、無理よ、負けた、負けた、こういうね。あ、でもバブルサッカーですもんね。そうでしょ、まあ、そうなんですよ。足の技術だけじゃないですから。口悪くなっちゃうんですけど、潰しに行くのは OK なんですか。西畑さん、西畑さん、はい、OK です。めちゃめちゃ悪い。1試合目に続き泥試合の予感がしますが、両チーム準備万端。真ん中にボールを置いてるので、それめがけてキックオフ開始したいと思います。前半戦キックオフ、じゃあスタート。いけ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 、見ないで、いけいけいけ、すげえ、まさに肉弾戦。ボールは勝てへんね、ボールあっちやで、ボールは振る虫です、ボール。みんな真剣なはずなんですが、シュールな絵面に。頑張って、いけ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 。開始1分半ですでに全員が疲労困憊と、ここで事件が。大丈夫か、大丈夫か、待って、おい、ちょっと、ちょっと、ちょっと、やばい、やばい、やばい、ストップ。大丈夫か、大丈夫か、いけるか、大丈夫ですか。いや、ちょっと待って、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 これ、いや、僕見てましたけど、明らか自分で言ってましたよ、この人。え、違う違う違う、あそこ、長尾健人、イエローカード。健人、審判藤原くんのジャッジは絶対、長尾くん、イエローカードです。前半残り2分と、ここで頑張れ、パス出していこう、パス、パス、まあ、いい感じ、つなげて、つなげて、うわ、いいね、いいよ、いいよ、走れ、走れ。もはやサッカーなのか押しくらまんじゅうなのかわからない中、一人抜け出したコジャくんが、ゴール、赤チーム、ゴール。みんな大丈夫、大丈夫、まだ1点やから。サッカーなんかもう忘れてください。ただただボールめがけて走ってください。よーい、スタート。よいしょ、いけ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 、ついたついた、ついた、後ろ、おーいけ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 、おー、走っていこう、走っていこう、いいよ、押されてる、声出してあげて。得点が入って闘争心に火がついたのか、アグレッシブな戦いに。しかし試合は動かず前半戦終了。ここまでの得点は1対0で赤チームがリード。サッカー経験者が2人いた青チームは、西田君と今井があまり活躍できてないように。いや、サッカー関係ない、関係ない、関係、何が関係ある、フィジカル、フィジカルやばい、やっぱりフィジカル、え、結構フィジカル大事これ。あの、コジャ君めっちゃ強いっす。ということで後半戦へ。赤チームが道枝君と風雅君を入れ替えた以外は前半戦と同じメンバーが出場。青チーム、前半戦のリベンジなるか。それでは後半キックオフ。なってないって、なってないって、なってないよ、どうだ、来たよ、来たよ、早い、おー、ぶつかった、いいよ、いいよ、ナイス、おー、取った、取った、誰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 、めっちゃ打てた、フーがやば、フーがいけ、いけ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 、いいよ、ドリブル、おー、ナイス、いけ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 、いけ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 、おー、
半開始からわずか20秒で同点に。とここから赤チームの猛攻撃が関係なくなってきてる。いいよ、いけいけいけ、今行く、走れ走れ走れ、ドリブルドリブルドリブル、走れ走れ、いけいけいけ、ドリブルいいよ、大悟いいよ、フィジカル、おーおーおー、入った、赤チームゴール。さらにシャオチーム攻めていこう攻めていこう、パス出し合ってパス、おはは赤チーム手取りました。分かってきた、おこのスポーツいいよ。じゃあ今のところ3対1赤チームリードですので、皆さん西畑くんの活躍によって得点に差が、残り時間はあと1分、まだまだ挽回のチャンスはあるはず。逆転してくださいね、大悟足速いからな。すごい、いいよ青チーム、当たっていけ当たっていけ、うわ4対1お前ら家ちゃうねんな。青チームにとっては厳しい局面と、ここで審判の藤丸くんからありがたいお言葉が。やっぱりね、これ今ちょっと残りタイムも少ないですけども、やっぱりかっこよく決めてほしい、はい、みんなでパスしてかっこよく決めて、うん、負けはもう決まってるから、もうちょっと待ってください。残り時間は20秒、青チームの皆さん、ラストワンプレー楽しんでください。いけいけいけ、最後強い、誰誰、おナイスディフェンス、ナイスディフェンス、おいいよディフェンスいい感じ、いけ、ナイスパス、おー来た今、ダリブルダリブル、怖い、もう少し、あとちょっと、ちょっとやで、いけるか、いけます、点数取ってこ、リバース点数取ってこ、残り10秒、10、7、6、5、4、3、青チームゴール、かっこいい決め方、かっこいいかっこいい、よしよしよし決めたな、俺は決めた、よしよし試合終了、はい、白熱したバブルサッカー、4対2で赤チームの勝利。僕の使い方捨て駒ちゃいます最後な、はい、人だけ突っ込んで赤チーム2連勝、早くも5番勝負の勝利に大手です。続いては少し離れた場所に移動、ネスタリゾート神戸の広大な敷地の移動には風を感じることができる2階建てバスがおすすめです。なんか運動した後やから気持ちいい ね、 ね、確かに風が気持ちいいよね、風が、景色も綺麗ですよ、結構バブルサッカーで疲れた体をリフレッシュし3試合目、3試合目は関東対決2020、今回はカヌー対決でございます。そうです、しかもなんと恭平が到着しました。恭平おめでとうございます。はい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 、負けとるんちゃん、あげとるんちゃん、俺が入ってあげますよということですよ、よろしくお願いします。恭平元気やけど、なんで遅れてきた。いやちょっとそれはね、仕事ですよ。いやそんな聞いてへんねんな、そんな仕事とか普通の回答なんか俺ら回答いらないいらんねん、はいもう一回行こうか、ほら恭平早く来て、恭平恭平恭平、おめでとうございます。やっぱり俺がおらんとやっぱ勝てへんやろ、行きます行きます行きます、負けとんな、俺がやっぱ入ってあげますよと、入るということで。いやそもそも遅れてきたやんな、なんで遅れてきたん。ね、それはね、一回新幹線で一周してきました、世界に。世界に、世界に、世界に、ちゃうでから。ちゃうで。というわけで、3試合目はカヌー対決。代表者4名が2組に分かれ、カヌーで池を一周。リレー形式で先にゴールしたチームの勝利です。ただし、ミッションが2つ。途中、カモの餌やりと噴水のアーチをくぐらなければゴールは認めません。出場メンバーはこちら、高校生で固めた赤チームとまだ体力が残っている高橋くん大橋くん率いる青チーム、先にゴールするのはどちらのチームか。カモの餌もありますのでしっかりとあげてくださいね、はい、お願いします、はい、それでは用意スタート。せーの、せーの、
両チームともいいスタートを切りました。さっきバブルサッカーと言う。それではカモコーナーに来ました。やめて落ちちゃうから。餌をあげてください。かわいい。赤チームあれ適当に投げてんじゃん。かわいい。青いの当たってる。見て通ってる。あ、いいよ。お、青チームいい。あ、でもフーガがターンをしてる。噴水のアーチは、やばい、これやばい、ほんまにやばい。あ、冷たい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 。こちらも少し手こずりましたがクリア。お、青チームいいよ。ひとまずリトル関西対決は西村くん、東間くんペアが勝利。大橋くん、高橋くんにバトンタッチです。素晴らしい。さあ赤チームも戻ってきました。お、青チームが、さあ青チーム一歩リード。赤チーム追いつくのでしょうか。遅れを取って流星くん、道枝くんチームも出発。おお、うまいもあっち。さあ赤チーム追いつくのでしょうか。かなりのちょっと差が開いております。あげる、あげる、逃げるな、逃げるな、逃げるな。ちゃんと餌あげてね。無理やんかもう。餌あげてね。餌あげたって。来た来た。餌あげて、餌。いいよ。オッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。いや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 。カモの気まぐれで赤チームが逆転。このまま逃げ切れるか。とようやく青チームも餌やりに成功ですが、早く行け、もう餌あげんの楽しんでるもん。さあ赤チームはもう噴水コーナーに行っております。いやいやいや、あれあれ、あでも青早い。あでもうまい、うまい、うまい、行け行け、青めっちゃ早いよ。青チーム驚異のスピードで追い上げ。赤チームはトンネルはくぐれたものの、漕ぐリズムがどんどんバラバラに。と青早いよ。青チームの2人は身を挺して最短ルートを選択。勝負の行方は来ました。さあどうなる。青チームが追い上げている。うまく入るのはどっちだ。あーここだ。さあさあどっちだ、どっちだ、どっちだ。おー、ということで逆転勝利、青チーム。これはということでカヌー対決は青チームの勝利。水多めよ、ここ二人。水も滴るいい男。いい男やね。で続いて、いやもうここですよ。噴水コーナーも無事通り抜けて、さあゴールだけっていうところで、あのチームワークのなさ。あの結構流星言ってたのよ、右左って。言ってことごとくミッチーが逆言ってた。可愛いとこ出てもたな。いや違うんですよ。俺はとりあえず、はい、もうね、あの流星くんがこう声出してくれてるから、俺はとりあえず早くここと思ったんですけど、すいませんでした。いや大丈夫。3試合目カヌー対決は青チームの勝利。赤チームの得点に一歩近づきました。 CM の後は最新ゲームで激闘。浅田真央が自ら立ち上げたアイスショーサンクスツアーに密着。ツアーを通して浅田真央が何に喜び、こだわり、そして苦しんだのか鮮明に描き出します。笑福亭鶴瓶と TBS アナウンサー安住紳一郎がプライムニュース反町キャスターとコラボ。人に指さすな。意外な素顔が明らかに。 お見逃しなく。今日トイレに立つのは何回目ですか。日中8回以上トイレに行く人は頻尿。え、就寝中1回でもトイレに起きる人は夜間尿。そんな尿トラブルに飲んで効く医薬品なら八味地黄丸錠。伝統の漢方処方八味地黄丸の8つの生薬をぎゅっと凝縮し 2200mg も配合。
苦味や匂いを抑えたフィルムコーティングで1回3錠。頻尿、夜間尿、尿漏れ、残尿感にもこれ一つで効く。第2類医薬品の漢方兆しシリーズ、なら八味地黄丸錠、通常価格6578円のところ、初回限定特別価格2090円でご提供。お申し込みは0120-49-8383、49-8383まで。新春拡大スペシャル5番勝負、第3試合までの結果は2対1、後がない青チーム、赤チームと肩を並べることはできるのかと、次の試合の前に少しブレイクタイム。やってきたのはこちら、レジェンドスポーツヒーローズ。野球やサッカー、乗馬体験など最新鋭の映像技術を使ってスポーツが楽しめる体験型のアクティビティです。特に面白そうだったのがサッカーです。おお、こちら体験できたんですね。サッカーのフリーキックが楽しめるこちらのゲーム、ここは5番勝負関係なくリトル関西の3人が体験してみることに。まずはトーマくんの挑戦。そこにある、いけるよ、トミヤジ、かわいいかわいい、かわいいかわいい、かわいいかわいいよ。続いてフーガくんの挑戦です。狙ってこ、狙ってこ、曲げてこ、曲げてこ、曲げてこ、準備していますね、曲げてこ。お、お、もういいよ、いいよ、決めた。そしてサッカー経験者西村くん、これは決めるよ、だって。あ、あれ、もったいないシュートでした。もったいないシュートでした。もったいない。このままでは引き下がれないと泣きの2回目。ラスト決めて。決めてよ、タクヤ。いいよ、いいじゃん。キーパーが強かったわ。どうですか、やってみて。え、ちょっと不甲斐ない結果になってしまって申し訳ないです、はい、ね、そこで、ね、フーガでも決めました、ね、いや、自分で決まるって思わなかった。やっぱり色や、やっぱりタクヤに勝てたってことがやっぱりいい。これも色々言っていこう。ドンマイ西村くん。というわけでエキシビションマッチはここまでにして5番勝負へ戻ります。ここまでの得点は2対1、青チームは次の試合に勝たなければ負けが確定してしまいます。4試合目はハリネズミナイスネーミング対決2020。この対決はネスタリゾートのアイドルハリネズミちゃんの名前を考え、飼育員さんの心をつかんだチームの勝利です。ということは決まっちゃうってこと。そう、え、もしかしたらこれ決まる可能性もあるってことですよね。マジか、やばいやばい。だから今後ネスタリゾートのこのね、ハリネズミちゃんが名前が決まったら、はい、海の親ですから、どちらかが。やったー。さあ、まともな名前をつけてくれるのか不安ですが、シンキングタイムスタートです。まず一匹書いていこうかな。いやでもなんかこうつけたな、女の子やったら。やっぱり日本人たるもの、ネズミ、日本人ってか、日本のハリネズミたるもの、リゾートのネズミでリゾミちゃん、リゾミちょっとかわいそうじゃん。ちょっとなんか丸っこいさ、普通にもう簡単にマルコとか。マルコはちょっと。シンキングタイム終了。考えた名前の発表です。じゃあそれでは皆さん決まりましたでしょうか。はい、はい、赤チームから、はい、赤チーム発表お願いします。ちょっと西畑官房長官って言ってもらっていいですか。わかりました、西畑官房長官。それでは発表します。この子の名前こちらです。令和ハリコ。こちらでございます。日本人たるもの、やっぱりこの名字あって名前あると、やっぱり令和をつけたいっていうのを流星が言ってた。なるほどね。でもちょっと令和ハリコすごい覚えやすいかも。いいですよね、令和ハリコさん。令和ハリコかわいいですね、はい、なるほど、赤チームは令和ハリコ、はい、かっこ独身ということで、はい、じゃあ続いて、はい、青チーム、はい、行きたいと思います、はい、青チーム発表お願いします。この子の名前は〇〇。
待って、まるまるが可愛い。これ、これちょっと待ってください。どういうことですか？はい、はい、言って。やっぱりまるまるしてて可愛いのと、やっぱりこう、なんていうんですか、ネーミングっていうか、こう呼びやすい名前。ああ、なるほど。言ったらね、パンダのシャンシャンっているじゃないですか。おお。だから、みたいなまるまる。同じ文字をね。そうそう。古風な名前の赤チームと、可愛らしい名前の青チーム。採用されるのは？いきますよ。お願いします。さあ、ハリネズミの名前が決まります。判定お願いします。青チームの、ということで4試合目は青チームの勝利。これで理由聞こう。まるまるの決め手っていうのは何なんですか？可愛らしい名前なので、はい、ずっと、はい、使っていきたいと思います。なんでもう決まったってことですか？はい、マジか。おめでとう。ちなみに、ちなみになんですけど、なぜなんですか、マリコ？そうです、ちょっと言葉に困るレベル。やめて。困るレベルの。というわけで、4試合目は青チームの勝利。青チームが2連勝すると怒涛の展開に。次の最終試合で新春拡大スペシャル5番勝負の決着がつきます。 CM の後はお料理対決でまさかの結末に。体にとって睡眠は大事ですよね。新素材と高密度連続スプリングを採用。寝返りのしやすさと抜群の通気性。眠りの質にとことんこだわりました。ボディコンディショニングマットレスフランスベッド。落ちちゃうよ。待って、危ない。フランスベッドのプロウォールは周囲をがっちりガード。寝返りしても落ちにくい。落ちにくいマットレスはプロウォール。フランスベッド。50代で血管がもろくなる。事実、血管の病が命に関わり始めます。60代で血管が詰まり出す。事実、血管の病が急増します。その原因は高コレステロールの放置によって発症する動脈硬化症。あなたはいつから対策始めますか？そこで日本で唯一、高コレステロール血症の改善と動脈硬化症の予防に飲んで効く、北陸富山の医薬品ヘルスオイル。4つの医薬品有効成分が高くなったコレステロール値を下げ、血管を強化して動脈硬化症を防ぎます。北陸富山のヘルスオイル、初めての方に限りなんと 57% オフの2090円。お申し込みは 0120-484-000 484-03つ。お電話お待ちしています。大人の女性ってなんだろう。一つのことに対して一つの答えしかないっていうのが、なんか自分は物足りないんですよね。手に入ったら潔く手放すことっていうのもまたロマンを感じます。大人になりきってないのでわからないんです。大人って気ままな生き物ね。大人の女性に選ばれてナンバーワン、ショップチャンネル。5試合目最終対決はアウトドア料理対決2020。さあ来ました、最終対決でございます。料理最終対決は日帰りグランピングスペースプレミアムテントで、各チームテーマを考えて制限時間30分で調理してもらいます。試食判定は施設内のレストランの総料理長に行ってもらいます。そしてみんなに作ってもらう料理はシチューです。テーマは結構ね、もう自由に考えていただいていいんですけど、まあ例えばこう付き合って1年記念日に彼女に食べさせたいシチューとか、そういうのを皆さんちょっと考えていただいて、ファンの人がキュンキュンして、でテーマはもう料理の完成とともに発表してもらいたいと思います。はい、それではですね、今現在ポイントは2対2ですので、勝った方がご褒美ゲットできます。そしてお料理といえばエプロン。可愛いエプロンをみんなに選んで着てもらいました。前向いてください、お願いします。おはようございます。おはようございます。ちょっと待って、エプロンの癖強ない、みんな強い赤チームから行きましょうよ、はい、まあ、結構シンプルな人多いんですけどね。確かにリュウチなんか幼稚園の先生感あるよね。幼稚園先生感、料理なんか作れそうな感じしますよね。するするする、そうです、うん、
そして赤チームと比べて癖のあるエプロンを選んだ青チーム。特に気になるのが、これどうした？え、それエプロンですか？ママ、何？今日のご飯楽しみだ。あ、本当に？今日シチューだからね。やったー！おつまんでですか？え、それ今井は？これ幼稚園の、うん、幼稚園の。でも喋り方はどうにかせえよ。いやでもこれ、まあ、エプロンつけて、うん、まあ、ちょっと可愛らしさもアップしたということなので、うん、今から皆さんに食材選んでいただいて始めますので、はい、制限時間は30分。用意スタート、はい、さあ食材選んでくださいね。まずは食材選びから。どの味にするか、お肉は何にするかなど、とても重要な工程です。両チームが選んだのはこちら。スタンダードな具材の赤チームに対して、青チームはフルーツがかなり多め。この大胆な判断が吉と出るか凶と出るか。ビーフシチューを作ると言ってたんですけど、結構ね、食材シンプルで、あのオーソドックスな食材ですよね。赤チームは西畑くん、小蛇くんが指揮を取って料理を進めていきます。青チームの方を見ていきたいと思います。はい、桃パイとかフルーツ結構多いんですけど、そうですね、シチューってフルーツとかって結構あるの、パッと見たらカレーっぽいですよね。うん、でこれがどうなるのか。ただね、あの豚、まあ、ベーコンも豚ですけど、はい、豚肉とパイナップルでやっぱ合うんですよね。で、そうなんですか。肉柔らかくする酵素とかがあるんで、あの、あながちおかしくもないです。それは知ってました。僕は肉を柔らかくするのがあるんですよ、パイナップル。絶対適当や。青チーム、思いのほか好感触か。着々と料理が進む中、高橋くんは、さあこちらは今、京平、何をしてるんですか。鯛さばいてます。おお、鯛をさばいてる。鯛は僕らもう一気に作ると思うんですよ。これ合ってますか、さばき方。丁寧に、でも鱗は丁寧に下ろしてますね。おお、やっぱりできてからなんです。できてから。じゃこれがどういう料理になるかはちょっとお楽しみということで。お楽しみということで、お願いします。そして両チームとも切った具材を炒めて煮込む段階へ。ちょっと水っぽいからもうちょっとルー入れたの、ね、ビーフシチュー。これもうちょっといるかも。今とろみが少ない。プーガが作った器あります。あ、いいね。あれちょっと薄やな。やんな、薄いわ。片栗粉入れるんじゃない？片栗粉入れへん。え、あ、それ片栗粉入れたらさ、水っぽくなくなるやつじゃない？それはね、固まっちゃうね。え、でも片栗粉入れた方がいいと思う。片栗粉入れたらダメ。赤チームは味の調整の方法で意見が真っ二つに。一方青チームは、すいません、はい、こちら今何作ってますか？カレーです。カレー？カレーです。あー、なるほど。あのシチュー作ろうと思ったらちょっと肉の汚いのが出たんで。結構早くに帰ったな。なかなか早く。え、こういうことありますか？ちょっとこれ作ろうかな思ったら途中でやめてこっち作るみたいな。まあ料理は失敗から生まれるんで。そうだね。ちょっと待って、失敗から生まれる。めちゃくちゃ優しくないですか、本当。総料理長、ジャッジは厳しめにお願いしますね。そして両チームとも制限時間ギリギリまで試行錯誤が続き、開始から30分が経過。それでは料理ができました。両チームできました。じゃあまずは赤チームから、はい、テーマの発表お願いします。こちらはですね、バイバイビーフシチュー、アキトシさんへの愛を込めてです。すごい、見ました。名前しました。いや、もう下の名前まで押さえてるあたりさすがですね。アキトシさんだったんですか？そうなんです。そんな偶然あるか。庶民です、庶民。一発でアキトシ当てれる人おらんで。こういうハートとかは全部流星が、はい、お愛情はこもってますよ。いいじゃないですか、はい、それでは青チームいきたいと思います。はい、青チームテーマ発表お願いします。フルーツが大好きな彼女に送るフルーツカレースープおつまみ添えで。イエーイ。見た感じね、ちょっとこれカレーっぽいんですけど、まあそれは後ほど、はい、後ほどいきたいと思います。ということで、まずは赤チームのシチューから試食してもらいます。総料理長、いただきます。お願いします。お願いします。
秋田さん。ああなんかドキドキすんな。僕もドキドキします。そうですよね。いただきます。いや美味しいですよ。ちょっと濃いかなっていう感じ。でも濃いか逆に。でもパン食べるとねちょうどいいから。おお。これハム使ってるんですね。ハムですハムです。ハムとこれは何ですか黒の部分。海苔です。海苔ですね。海苔じゃんそれ。そうです自分で切って作りました。なるほど。パンです。そうね。続いて青チームのシチューではなくカレーとおつまみ。まずは高橋くんがおろしたタイとアボカドをあえたおつまみから。山ごなやったでしょ。今美味しいですよタイは。おお。タイはじゃあ続いてメインの。フルーツカレースープです、はい、カレーっていうのはシチューに含まれるこれ大丈夫なんですかシチューなんですかもう一応煮込み料理っていうことなんで、まあ、シチューカレー風味のシチューで別に大丈夫だと思いますギリギリセーフということでカレースープ味が大切ですよ、はい、いいですよおいいじゃないですかフルーツの吸って入れました隠し味で、はい、あと蜂蜜とケチャップも少し入れました、はい、おー結構、はい、これ入れてるのは結構大事なことなんですかまあカレーですけどねカレーの作り方としたら間違ってないと思います、ね、おーありがとうございます両チームともにいい反応果たして総料理長のジャッジはそして5番勝負の結果はそれでは判定お願いします青チームでというわけで今回の対決は3対2で青チームの勝利まさかの ね逆転負けですけども赤チームこれちょっと料理長どういう点が良かったんですか青チームは作り方としたら良かったですよフルーツもすりおろして入れられてたりとか最初大きいかなと思ったお野菜も、はい、もう結構もう炊けてましたんで、はい、仕上がりは良かったですじゃあ続いてちょっと逆に聞きたいね負けてしまった赤チーム、ね、これどういった点がなかなか勝因につながらなかったんですか美味しかったんですけど、はいまあ、最終味付けちょっと濃いかったかなっていうのね思ってましたけど全部入れたんですよ最終的になるほどね濃くなっちゃったね、うん、ということで、はいまあ、赤チーム負けてしまいましてで青チームが勝ったということで、はいはい、勝ったチームには約束通りご褒美がありますさあそちらの、うんご褒美発表したいと思います、はい、ご褒美は、うん、ネスタリゾート特製のスペシャルバーベキューです、うん、はい罰ゲーム発表したいと思います、はい、罰ゲームはネスタリゾートステージでコントをしていただきたいと思いますどういうこと？よかったさあこれまさかの赤チームがコントです新しいですねそうです6人でコントしていただきますビーチめくれちゃうどうしたの頑張ろうなコントというわけで5番勝負に逆転勝利した青チームにはご褒美としてネスタリゾート特製のスペシャルバーベキューセットをプレゼントよろしくお願いしますいいよみんな頑張ったよ、ご褒美は俺らだよ、いっぱい盛り上がろうな、行くぞはい行くぞ乾杯よう分からんけどないやいや、行きますねあっめっちゃええ肉見てこれいただきますちょっと見たじゃんえぐいえぐいわうまっ脂身はうまっみっちうまい食べていいのこれうん食べうまっじゃあございました一日司会を頑張ってくれた藤原くんもうまっ
めっちゃ柔らかいやん。めっちゃ柔らかいっす。めっちゃうまいやん、これ。マグロうまい。あんしてあげます。うまっ。フライだけやと聞いても。シチューはシチュー。フライだけやで。これはもうシチューより焼き肉です。大丈夫です。バーベキューを堪能したところで皆さんお待たせしました。赤チーム6名によるコント開幕です。それでは赤チームの罰ゲームコントです。どうぞ。よろしくお願いします。緊張しますがね、コントということでやっていきましょう。早速やっていきましょう。ショートコント、はい、コンビニ店員。本日からお世話になります、西里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、でもね、今日から入ってもらったけど、はい、本当にもう接客の方もやってもらうから、はい、よろしくね。わかりました。いっぱいお客さん来ると思うけど、はい、あ、来たわ言うてたら。ほんまや。ウィーン。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すいません。はい、ブラックアンドホワイトください。何それ。おにぎり。何言ってんねん。いや確かにね、ブラックアンドホワイトやけどね。あ、黒でしょ。すいません、間違えました。何ですか。ブラック&ホワイト&レッドでした。いや、それ何ですか。梅おにぎり。絶対違うよそれ。何、梅おにぎり。ちゃんと言ってください。まあ、おにぎりコーナーあちらです。あちらです。後ろなんです。はい、ブラック&ホワイト合わせるとグレー。グレートーン。何言うてんの。声カスカスやないか。出てへんから声。というわけで、続いて行ってみよう。いや、YouTuber か。そういう人おるけど、まあ大体な。あ、来ましたよ、ほら。あ、来ましたね。はい。ウィーン。おー。いや、それウィーン合唱団や。せーの。おー。なんや、あの二人。本当に。よく来るんです。よく来るんですか。週3で来てるんです。いや、やめてください。あんなに、何しに来たんですか、あの人。いいな、あーって。後ろ残ってるし、あの人。あ、帰らないと。帰らないとちゃうねん。あ、行き場なくしてる。もう一人来ましたわ。来ましたね。はい。ダッダダッダダン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 ダドルルルルジャンダンダ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 ダンドルルルルジャン。何やねんそれ。何しに来て。もうプランで来るんだけどやめて。何しに来たあの人。え、てか打ち合わせとちゃうねんこれ。てかあの人誰なんですか。あの人ですか。店長です。店長かい。もうええわ。どうもありがとうございました。よかった。ということで赤チームの罰ゲームコントやりました。ありがとうございました。どうですか、やってみて。楽しかった。楽しかったね。でもね、今日人生で一番疲れた。楽しかった。一番疲れた。いや、一番綺麗。めっちゃ良くなかった。もう、いや、もうあれしかネタがなかったもん。あれ、打ち合わせとは違うってどういうことなの。いや、なんかそう、呼ばれるのも知らんかったし、なんか知らん輪っかあったし。何あの輪っかみたいな。アドリブが過ぎるよね、本当に。どあれ、どうやったの。ビン合唱だ。良かったでしょ。めっちゃ面白い合唱だ。めっちゃ面白かった。なんか、まさかね、来て何も言わずに2人でウィーン合唱だけやってったっていうね。これ打ち合わせと逆やったんですよ。え、逆でやってたんですけど、はい、僕らも知らなくてですね。逆バージョンみたいねんけど。逆ウィーンみたい。逆ウィーン見せてや。フーガのやつ開けへん。 なあれやろな、お客さんいつ来んねやろな。ウィーン。いや、ウィーン合唱ショーねえだ。いやでもね、もう本当に赤チームのチームワークが良かったし、しかも短時間でこんな仕上げれるとは思ってへんかったな。でもみんな食ってる間ずっと考えてる。考えてた。いやでもとても良かったです、はい、赤チーム本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではエンディングです。それではですね、皆さんには今年の抱負575で考えていただこうと思います。こちらのですね、色紙に皆さん書いていただきたいと思います。正月っぽいわ。それでは皆さん書いてください。お願いします。さあみんな書いてくださいよ。いいですよ、できた方から発表してください。お、じゃあ小太郎。はい、はい、勢いはオリンピックに負けないぞで。お、やっぱ2020やもんね。確かに、はい、東京が盛り上がりますけど、やっぱ大阪も盛り上げていいですね。そうですね、5年から。じゃあ続いてちょっと僕も発表させていただいていいですか。はい、いきたいと思います。ネズミ年、愛情を注ぐ情の年。おー、ありがとうございます。うまい。ありがとうございます。
うございます。上とね、上で書きさせていただきました。はい、右下よ、右下。どうした？何がよ。右下のが。それ何ですか？ネズミよ。いや、スリッパっすよ。誰がスリッパやの？誰がスリッパがこんにちはやの？おかしいやろ。誰かなしみたいな。違うわ。やば。違いますよ。でもやっぱり愛情を注ぐって言ってますけども、やっぱこうネズミとして年男なんでね、皆さんにちょっとでも恩返しできたらなと思いまして。はい。じゃあそれでは恭平、はい、だって今日はもうすごい活躍を、そうですよ、途中参加でしたけど本当に、はい、青チームとか出るから、そうや、勝利の女神様俺ですね、マジで。じゃあそれではその調子で恭平、はい、発表お願いします。はい、恭平やっぱりお前サイ&コーハハ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 、よろしくお願いします。どうやったフーガとか、うん、もうね、もう一日遊びすぎて、もう今めっちゃ疲れてますよ。いいことだよ、いいことだよ。バギーなんかはね、トアがめちゃくちゃいや、よかったよ。だって序盤めっちゃ飛ばしてたもんね。でもそのせいで、もう後半がもうヘッドヘッドでした。また今後ともね、僕たち頑張りますので、前のジャーニーを今後ともよろしくお願いします。お願いします。それでは最後はいつものあれで、野菜ジュース西畑大吾です。お願いします。好きな野菜は里芋です。大西流星です。里芋か、絶対流星じゃないでしょ。はい、じゃあ僕も好きな野菜はピーマン向井康二です。待ってくださいよ、なんか流星ですか。流星じゃないの。流星急に成長しすぎじゃないですか。今日も元気いっぱい頑張る。
カデミージュニア浜中剛志くんです。はい、この番組はですね、僕たちがめちゃめちゃ興味があるテーマだけを取り上げたトーク番組です。はい、もちろん見たことありますよね。それはありますよ。ありますか？見てますよ、毎日。じゃあ、はい、毎日、毎週です。毎週水曜日ですよ。まあ、はい、見てますよ。前何やってました？前はあれやろ、洞窟探検かなんか行ってた。行ってないです。ロケも行ってないですよ。行ってない。行ってないですよ。そこめ、はい、はい、じゃあ今回のテーマを早速発表したいと思います。はい、今回のテーマはこちらになります。大阪ドームということで、はいはい、まあ文志くんも僕たちもね出てましたけども、はい、どうでした？そうですね、はい、もうスケールがでかすぎてね、僕なんかが出ていいもんかどうかは思ってたんですけど。いやいや、そんなないですけど、はい、まあ、関西ジャニーズには全員出てたんでね、今日はこのテーマについてトークしていきたいと思います。はい、それではマイドジャーニースタート。今日は5分延長スペシャル。違う。シャボン富士通ゼネラル。はい、今回のテーマはね、ジャニーズワールド感謝祭 in 大阪ドームについてなんですけども、まずはこちら、ジャニーズワールドならではの出演者、これは誰ですか？はい、はい、レン。もうジャニーズワールドといったらもうめっちゃ豪華な出演者じゃないですか。はい、ですね。では今日はその VTR を用意してきました。皆さん見たいですか？わかりました。では VTR をどうぞ。ジャニーズワールドといえばもちろんこちらの出演者。まずは平成ジャンプ。続いて ABCD。セクシーゾーン。さらに感謝祭でしか見れない夢のコラボが実現。平成ジャンプとセクシーゾーンが絶妙なコンビネーションを発揮。山田涼介君のミステリーバージンのバックにはなんと ABCD が。すごいですね。いっぱいやからね。すごいですよ。レンは特に印象に残ってる人とかある？いや、僕はね、山田くんなんですよ。いや、分かってる。やっぱ山田くん。トーマ、トーマ好きやからな。ちょっと、ある告白をしたいと思うんですけど、山下くんに続いて、山田くんのファンにもなってしまったんですよ、僕。いや、でも、俺から言わせてもらったら新規やから、まだ。新規。文志くんは他になんか。まあでも、やっぱセクシーゾーン、なんかいいよな。地球が言うてええやんか。さっき VTR でずっとマイルドマイルド言うてた。あれ歌ってみたいわ。それでは続いて見ていきましょう。続いてはこちらです。大会場ならではの壮大な演出。はい、はい、これ誰ですか？はい、僕です。はい、トーマ。ドームクラスになるとやっぱそのすごいですよねっていう、うん、そりゃ違うわ。違いますよ、ドームやもん、はい、できることがいっぱいありすぎて困る。でそれちょっとだけ皆さんにお見せしたいと思います。マジで VTR スタート。大会場だからこそできる壮大な演出に注目。オープニングでは幻想的な音楽に合わせて巨大なジュニアマンションが登場。過去最大規模といわれるマンションの部屋数はなんと200以上。
用の水と火を使ったド派手な演出、計算し尽くした仕掛けの数々で観客を圧倒。そしてドームを隅々まで利用したステージ、出演者を乗せたゴンドラが会場を一周、ステージごと動いちゃってますからね。おー、あっちゃう修行学園1年間。まさにドーム全体がステージとなっていました。いいじゃん、お前いいじゃん、これいいでしょ、いいですね。やっぱりね、帝国劇場でやってたあのジャニーズワールドもすごいと思うんですけど、うん、やっぱりね、ドームクラスになるともう全てがもうワンランク上に行ったというか、うん、なんかそんな気もしますよね、文一君。あの水どこ行ってんねやろなっていう。確かにちょっと気になりますよね。出てからどこ行ってんねやろって気になるやん。まああと前列のお客さんとか濡れへんのかな。そうそうそう。続いてこちらです。スケールアップしたドームバージョンのフライング、これ誰ですか。はい、はい、ショー、僕なんです、僕なんです。このフライングすごかったんですよ。出演者がね、もうどうもピョン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 じゃないね、どっちでもええよ、ヒュン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 飛びまくってたね、うんうん、でね、まあ、やっぱお客さんが思うすごいっていう裏側にね、やっぱ危ないっていうことがあるじゃないですかね。じゃあこれも VTR があるので、こちらも VTR をご覧ください。ますますスケールアップした大迫力のフライング、ドームという広い空間を利用した様々なフライング、スケールの大きなパフォーマンスはどれもファンを魅了。心配性すぎなあなたは電車に乗せるのを嫌がる、言葉や仕草はそして最大の見せ場がこちら、20メートルの高さから命綱なしでのダイブ。見応え十分のフライングの数々、こんなシーンも。これはちょっと問題作やな。奥村壮太です。奥村君と一緒に空を飛んでみたいと思います。できるの、はい、え、そんなことできるのか。あの星に向かって一緒に飛んでみようか。飛びたい飛びたい。動くかよお前。飛びたい飛びたい。ワン、ツー、スリー。うわー、奥村飛んでる。いい景色でしょう。あ、お母さんが見てるかもしれないからさ、手を振ってごらん。あやっせいやー、奥村君もね、最後に全部持ってかれて最初全然覚えてない。うまいやな、すごいな、奥村の破壊力。文一君、飛びたいっすよね。飛びたい飛びたい。お前が、いやもう、何なんですかね、あれ。あれすごいな。緊張と嬉しさが入り混じったやつだな。まだってんだろうな。次、行きましょうか。続いてこちらです、はい、関西ジャニーズジュニア総出演。こちら誰ですか。はい、僕です。はい、大ちゃん。まあね、V1 君も含め僕たちもね、僕らマイジャニメンバーも含めてね、うん、はい、200人以上の関西ジュニアが出ましたのでね、そのね VTR もあります。はい、見てみましょう、どうぞ。関西ジャニーズジュニア全メンバーが出演。バット、セブンウエスト、そしてマイジャニメンバー金冠、なにわ王子がタクトを振ってコンサート全体がスタート。もちろん今回のゲスト浜中文一君も出演。
関西ジャニーズジュニア全メンバー200人以上が出演。関西らしいノリで観客を沸かせました。メンバー一人一人がファンへの感謝の気持ちを込めて挑んだジャニーズワールドの感謝祭 in 大阪ドーム。精一杯のパフォーマンスを繰り広げました。ファンだけではなくメンバーにとっても夢のコンサートとなりました。おい、いいね、いいですよ。あれだけのね人数で揃うことってあんまりないですからね、うん、僕もねすごく感動しましたね。さっきトロッコ乗ってたじゃないですか。乗ってたね。僕流星君と一緒に乗ってまして、うもうずっとお尻触られてました、ね、もみ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 されてました。もみ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 って、うん、俺とレンやったんですけどね、うん、あの揺れるからレンが僕にこうやって肩ずっとこうね、うん、やってくれる。いやそれは逆だべ。逆なんすか。逆だべ。逆だ。僕がずっと手すり持ってて、コウジ君がこうやってハグをしてくるわけですよ。ちゃうやん、揺れるんやん。まあこれも仲いいところですよね。これはこうドームのいっぱいいる中でこうみんなが手を挙げてこうやってくれるやつもあれ爽快でしたね、うん、そうですね。新鮮やな。新鮮ですよ、うん、あんなにいっぱい手が上がるもんなんや。そうそう、ほんまに嬉しくて涙が出そうになりました俺は、うん、はい。はい、そして今回ね出演者の中からね、あの2020年にデビューを目指す2020のメンバーになるかもしれない。楽しみですよね。僕はもう多分今の時点で漏れてるからね。いやいや、そんなことないですよ。もうだって7年後やろ、はい、もう32とかやから。そこで2020ですがあかんやろ。だからそういう V 字くん、なんと舞台があるそうですよね。ありますよ。そう、いきなりぶち込みましたけど、はい、舞台やるんですね。はい、やります。どんな舞台なんですか。昔の話やからね、戦争前、戦前の話とかやから、知らん言葉とかもいっぱい出てくると思うけど、まあ僕らもね、なるべく伝わりやすいようには努力してます。はあ、はい、まあ、そんなね、V 字くんが出演するザ・小田作の、はい、まあちょっとね、ある方から貴重な VTR をねもらってます。誰さあ誰でしょう。 VTR どうぞ。誰だ。こんばんは、内ひろきです。内くん、あいつも結構その外部のねお芝居というのは初めてだし、いろんなことも吸収するだろうし、多分錦織さんもいろいろ叩き込むと思うし、で彼はね、彼が面白いというのは僕知ってるんですよ。だから案外化けるかもしれないですよね。で僕は期待しますけど、結構ね爆弾だと思いますよ彼は。これあかんやつやわ。これあかんやつ。実際はあの先輩なんですけど、やっぱり友達役なんで、もうちょっと親しくなっていきたいなと思ってます。いや文ちゃん、多分なそんな先輩ちゃうで俺。えそんな変わらんと思うねん俺。年1個しか違わないんです。僕に今26で25なんですよ、はい、彼多分ね近いと思うねんな俺。じゃあ俺が勝手に先輩と思ってただけですか。うん、だからタメ口でええよ。じゃあこれをやっぱ同級生役ということでね、そうそうそう、これを機にちょっとタメ口を練習していきます。はい。おお。顔死んでる。顔が死んでますよ。流しあかんわ。いやいや、タメ口聞けるようになったんですか。なれへんなれへん、絶対無理やわ。稽古場のなんか雰囲気っていうのはやっぱ関西ジュニアのリハーサルとはまた別のもんですか。全然ちゃうよ。関西ジュニアみたいにふざけてへんわ。まあ確かに俺はリハーサル。いやでもね、結構錦さんは明るい雰囲気を作ってくれるのよね。おう、うん、なんかだから錦さんが演出してくれてるけどムードメーカーみたいな感じで、ほんまにねみんな多分稽古風景見に来た方がいいと思う。めっちゃ勉強になるで。マスター行きたいですね、うん、行きたいですよ。いやでもコントいてな。え、なんでなんで勉強にはなるけど矛盾してますよ。せっかくなんで、はい、やっぱそのザ・小田作もうすぐやるじゃないですか、うん、けどちょっともう待ちきれないんで、ワンシーンだけでもちょっとやってもらっていいですか。
やってもらいたい。いいんですか、お客さん見たいですか。見たい。違います違います、見たい見たい見たい。え、いいんですか。いや、それやったらチケット代の半分ぐらいちょうだい。ちょっと待って、なんで半分もいるんですか。いやいや、ワンシーンですよ。ワンシーン、ワンシーン見たくていいです。やりたいんですか。やりたいやりたいあ、やりたいいますよね。じゃあどうぞ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 。やりたいですね。うまくなりましたね一人で大丈夫ですか。じゃあ工事ちょっと手伝ってよ。おうおう、何したいですか。僕がちょっと西山君っていう役。はい、西山君。あ、これは改造人間の西山君や。いい改造家ですっていう、なんだそれ。いい仮面ライダーのショッカーじゃないですか。そうや。だけですか。それよ。え、こんなんほんまにあるんすか。あるよ。え、ほんまにあるんすか。そうやで、行った初日でこれやらない初日でこれ、初日で俺何も分からん状態でとりあえずいいってやって、まだね、やっぱ見せれない部分があるんでね。そうそう、でもまあお笑いの部分もあるよという、はいはい、なるほど。でこれを見て気になった方はぜひその会場に足を運んでみてください。はい、ということで、はい、どうぞ。ありがとうございました。あ、もういいんですか。はい、まあね、これからも僕ら関西ジャニーズのコンサートとか、はい、舞台でね、皆さんにいいねお仕事を見せれたらいいなと思いますんで、これからも関西ジャニーズにはよろしくお願いします。本日のゲストはベテラン浜中文一くんでした。ありがとうございます。今週の流星。毎度大西流星です。ジャニーズワールド感謝祭ね、すごく楽しかったです。あと一番僕が困ったのは、ドームの中で迷子になっちゃったことです。次は頑張ります。ジャーニー。もう僕より忙しくなっちゃってね、もう、またうちの娘、本当僕にそっくりなんですよ。あ、お、いいね、今。これ娘。めっちゃ可愛いね。あ、これお父さん。お父さん。そうなんですか。そう。可愛い。ふんってね。おお。逆に。はいはいはい。いや、これは可愛い。話題になりますね。可愛い。今日はね、やっぱお父さんっていうテーマに、ね、はい、ぴったりのゲストやと思うんですけど、はいはい、まあ、娘好きの親バカ的な意味合いで野々村真さんなんですよね。いやいや違う違う、娘がパパを大好きなのよ。あ、そういうことです。はい、それでは前田さんに始まる始まる、イエーイ。
今回のテーマがねお父さんということで、はい、野々村誠さんに一緒にこのテーマについてトークしていきたいと思います。はい、はいはい、野々村さんといえば、まあ、最近テレビで家族と出てるんで、まあ、仲がいいとよく聞くんですけども、はい、まあ、マイジャニメンバーも、はい、家族みたいなもんですからね。いや、そういうのね。そこでマイジャニメンバーをね家族に例えるならというアンケートをメンバー内で取ったんです。まあ、ショーと大悟とレンが僕をマイジャニメンバーならお父さんと書いてくれた。お兄さんですね。子供がちっちゃい子が大好きだからね、いいパパになりそうだなと思って。高校の時の担任の先生が、うん、ちっちゃい子供おったんですけど、うん、文化祭の時に来た時とかこう抱っこしてたら、うんうん、その娘さんが僕のこと好きになっちゃってね。いやもう楽しい楽しい。めっちゃ嬉しそう。ね、こんなかっこいいねお兄ちゃんってそれも好きになっちゃうわね。そんなかっこよくないですよ僕。レンはレンは俺。なんか浩二君って家族を優しく包んでくれそうなんで。なんか恥ずかしいね。なるほど。なんかだんだん痒くなってきたさ。もう少しお付き合いください。大ちゃんは？まあまあ浩二君はやっぱり、ね、頼りになるし、もう第一僕が好きなんですよね。俺も大ちゃん好きやで。何なんですかこれ。はい、ありがとうございます、はい、僕はお父さんということで、まあ、ちなみにトーマはショーと大悟からお母さんでレンからはお姉さんに選ばれました。いやいや、なんかおかしなるから。ああおかしなるから。ほんと綺麗なお母さんだぞ。いやいやいや、そんなことないですよ。肌が白いがまずでしょ。ああ、まず、ね、しかも弟と遊んでくれそうな感じがするんで、あ勉強とか教えてくれたりね。なるほど。そういうことがあるそうだからお姉ちゃんかな。おお、でも第一印象は美白だろやっぱな。第一印象やっぱ一個上は美白だよね。次はジャニーズの先輩とかでお父さんにしたいっていう人おる？はい、トーマ山田涼介くんです。なんで大好きだ。いやもうねほんま憧れですよ。山田涼介くんみたいになりたいんで、はい、ちょっとお願いします。いやいやお願いします。そうですか。いやでも山田涼介君だってついこの間まで本当に小さかったのがねえ。なりたいです。そうなんだよ。あ、大ちゃん。あ、僕は二宮君ですよね。あ、二宮君。やっぱり憧れてるっていう部分もあるんですけど、やっぱりちょっと節約家じゃないですか。ああ、うん、節約家。みんなからはケチって言われてるらしいですけど僕は節約家だと思ってるんですけど、子供ができたとしたら、うん、何でもやってくれそうっていうか、優しい、そう優しい部分があるんじゃないかなと思います。だから現実的だね。うん、昭和昭和ヤマピー。いやちょっとね、これさ、好きなジャニーズ有効なジャンル。お父さんにしたいな。お父さんヤマピーでいいの？ヤマピー。わかった。2回はね、いやもうめっちゃ詳しく言うとね、かっこいい。1個、1個しかないよ、まだ。かっこいい、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 全部かっこいい。100個ぐらい続くからね。色っぽいもんね、でもやっぱエロ、エロ、エロっていう、エロ父さんみたいな感じになってエロピーですね、エロピーって言われてますからね。レンは？僕はのんちゃん。関西ジャニーズの小滝望むっていう子がいるんですよ。で話しかけてくれたりちょっかい出してきてくれたり笑かしてくれるんでいいお父さんになるんじゃないかなと思って。ちなみに僕は錦戸くんですかね。え、錦戸くん、なんでええなの。20年前こんなちっちゃかったんだね。それちっちゃすぎじゃないですか。いや本当に小さくて、本当ね、小さいけど足は大きかったんですよ。だからやっぱり、あ、でかい足の人って伸びるんだなっていう。錦戸くん尊敬じゃなくて僕好きなんですけど、うん、初めて仕事に行った時にこうギターを弾いてて、うん、ギターを弾きながら声かけてくれたんで、うん、もうそっから僕ちょっと一目惚れしてるんですね。野々村さん、ちなみになんかジャニーズの先、はい、あのジャニーズの人やったらお父さんにしたいとかあります？逆に大変なことは年齢なんだけど、松田さん、まあ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